ではくれぐれもね、このハゲではないので、よろしくお願いします。昨日ですからね、皆さんね、声揃えて最初にお願いします。行きましょう、大きい声で行きましょうね、行きますよ。絶対にハゲと言わないね、よろしくお願いします。昨日でお願いしますからね、最初にまた大きい声でお願いします。行きますよ。絶対にハゲと言わないね、OK、 昨日ですからね、腹から声ですよ、皆さん揃えて行きましょう、行きましょう、はい。絶対にハゲと言わない、すごいですね、斉藤さん、はい、まるでハゲって言うみたいなさ、皆さん分かりますね、ジャパニーズカルチャーお笑い、参りましょうね、大きい声でお願いしますよ、いきますよ、せーの。あーね、太いハゲ、太めのハゲがね、あの太めの1回でいいです、だいぶちょっとフライング気味のハゲでしましたね、フライングハゲとね、いや、何ですか、金太郎じゃないですから、ありがとうございますね、ハゲだっていうね、ハロスね、よろしくお願いします。あ、すみません、お母さん、忘れてます、あ、じゃあ僕が手拍子するんで、すみません、皆さん手拍子をお願いします。よろしくお願いします、よろしくお願いします。斉藤さん、ダンスキレキレなので見といてくださいよ。斉藤です、よろしくお願いします。いきますよ、はい、お願いします。せーの。ダンスだいぶグダグダでしたけど、全然上手じゃなかったでしょ。お願いします、お願いしますよ、ちょっと聞いてくださいよ。最近僕ちょっとやってみたいことがいろいろあるんですけどね、ボーリングが上手になりたいなと思いましてね。ボーリングじゃないですかね、ボーリング上手な人ってやっぱかっこいいじゃないですか。わかりました、じゃあ俺がボーリングのやり方ちょっと教えてあげますから任せてください。いや、そんな詳しいんですか。誰だと思ってたのか、誰ですか、斉藤さんだぞ。なんだよそれ、そんな有名なんですか。よろしくお願いします。斉藤さんなの。斉藤です、よろしくお願いします。江頭さんじゃない、おお、江頭さんじゃないんですか。じゃあボーリング教えてくださいよ。あなたは素振りか見せてください。素振り、あ、フォームのことですね。フォーム見せてください、お願いします。じゃあ悪いとこあったらちょっと教えてください。行きますよ、行きますよ、見ててくださいね。はい、今のところどうですか。はい、ちょっと何も見えないです。何も見えない、いや近すぎるからじゃないですか、斉藤さん。あ、でもこのように見たくないものが多いんで。あ、なんかあったんですね。行きますよ、お、おお、ちょっとですか、ダメっぽいな。あ、だだだ、ダメだったと思うんですか。これ手ですね、完全に、ね、手って何なんですか。いや、プの次ですよ、何を言って、教えてください、ちゃんと。じゃちょっとお客さんピンだと思ってね、はい、ちょっと投げてみましょう。あ、前にピンが立ってると思うんですよね。そうそうそう、手の出し教えますからね。集中してストライク取りますからね。しっかりピンだと思ってね、はい、ボールの油しっかり拭いてください。からさ、ストライク取りますからね。お願いしますよ、お客さんピンだからね、絶対に動かないでください。あー、斉藤です、お客さん、何やってんだろう、ふざけちゃね、お前。ストライクしか、ストライクじゃね、お前。スプリントです、スプリント。ピンが倒れてくれました。ピンが倒れて、1本倒れたんかい。なんでセンターピンか、帽子飛んじゃって、帽子飛んじゃって前行くんかい。お願いします。ボーリング全然知らないじゃないですか。他にちょっと聞いてもらいたいですか。最近僕ね、ちょっとね、キスがしてみたいなと思いましてね、キスの経験が一人少ないでも憧れるんです、斉藤さん。キスがしたい。キスがしたいんですよ、斉藤さん。キスがしたい。いや、それ言ってるじゃないですか。わかりました。じゃあせっかく客席に女性の方いらっしゃいますから、こっちに向かって練習させてもらいましょう、ね。キスの練習をしていいんですか。いいですよね。ありがとうございます。誰も返事してなかったけど、あ、いいんですか。いいんですか。うん、そうね。最後ね、すごいな。すごいな。あれ、髪が勝手に抜けていくぞ。知らないよ、自分のせいだな。キスがしたいってどうすればいいの。キスのいいな、髪がせいだろ。いや、もういいよ。どうも、ありがとうございました。